北東から眺めた、レボー・レボード・プロヴァンスの景観上レボード・プロヴァンスは、フランス南西部ブルシュイコール・デュローヌ県の小さな町。アルピーユ山脈の中にある壮大な景観を持つ岩だらけの土地であり、南方の平野を見渡せる古城をいただいている。プロヴァンス語の場をに由来する町の名前は、その景観から付けられたものである。なお、防サイとは、この町の名前にちなんでいる。 で、某一体は中世紀に栄えた。某の領主は近隣の79の町村を支配下に収め、プロバンスでその名が知られた。彼らは家紋にベツレヘムの星を用いていた。これは彼らが東方の三博士の一人、バルタザールの末裔を自称していたことによる。この一族は最終的に15世紀に途絶えた。その後、某の城は、 プロテスタントの画像として利用されたため、1632年には、リシュリューによって破壊された。この町は、1642年に、モナコの領主グリマルディ家に譲り渡され、で、暴行尺の称号は現在でもモナコ大公家に受け継がれている。この称号は、伝統的に大公の一族が襲名することになっており、現在の称号の保持者は、ジャック公正氏である。 1822年には、レ・ボー付近で地質学者ピエール・ベルチェによって、防気サイトが発見された。以降、この一帯で広く採掘されたが、20世紀末に完全に枯渇した。現在のフランスは、防気サイトの大半を西アフリカからの輸入に頼っている。かつては4000人いた人口も約500人となっており、 フランスのコミューンの中でもかなり小規模なものとなっている。かつての映画を忍ばせる城は廃墟となっているが、このような歴史的遺跡や景観は、現在のレボーの収入源である観光業にとって重要なものとなっている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするもの,の重複分を除いたもの。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。